ですね、かわいいがおすすめするブラウスやシャツを紹介していきたいと思います。春夏はね、やっぱりブラウスとかシャツ着たくなりますよね。私はもう冬は絶対ニットばっかりなんですよ、うん、でも春夏になるとやっぱりこう白だったりとかこう色が入ったブラウスを着たくなるので、おすすめの商品を今から紹介していきたいと思います。ブラウスでこのブラウスなんですけれども、なんと骨格を選ばないトップスなんですね。で、骨格っていうとストレート、ナチュラル、ウェーブ、この3つがちょっと主な骨格なんですけれども、うみちゃんは、ウェーブだよね。はい、で実は私もウェーブなんですけども、ウェーブ体型の人はここのね、ここにフックがあるんですけども、ここを止めていただいて首元をこうデコルテを埋めていただいて着るのをおすすめします。で、ストレートさんとナチュラルさんはですね、ここのホックを外していただいて、こんな風にですね、で首元をすっきりと見せていただいて、こんな風に着ていただくのをおすすめします。で、これでちょっとね、こう襟元こう抜いてきてもかっこよく着れるのでおすすめで、でこれは3色あります。うりちゃんが今着ているパープルにホワイトと、これがですねグレーなんです。ちょっと黒っぽく見えるかな、ダークグレー、はい、このグレーもすごく上品に着れるのでおすすめです。このシャツなんですけれども、こう一見シンプルに見えると思いきや、後ろを向くとですね、こんな風にたっぷりとしたギャザーが入ってるんですね。なのでこうふっくらしたシルエットになってて、すごく可愛いんです。で、お袖もですね、こんな風にドルマンっぽくなってます。こう託し上げて着ていただいても、かなりこなれ感が出ておしゃれになると思います。はい、こちらがですね、あやとり刺繍シャツになります。このね、ちょっとアップになってもらったら分かるんですけども、刺繍なんですけれども、普通の刺繍と違って刺繍糸がこんな風にですね、ちょっと太めなんですね。で、まるであやとりをする時のなんかこう紐みたいな感じだったので、あやとり風シャツという風に名付けさせてもらいました。で、これなんですけども、着心地がすっごいいいです。本当に柔らかで、例えばこう私みたいに1枚で着てもいいですし、何か羽織物として使っていただいてもいいなと思う1枚です。すごくおすすめです。ピンクパンツと合わせたこのブラウスが商品ですね。かわいいね、このパンチのベース、ね、お花ので、ここにですねパールボタンがついてます。今純ちゃんはこれあれだね、羽織風に着ていただいてて、はい、そうですね、このパンチングレースなんですけども、やっぱり風の通りがいいので、ちょっと暑がりの方とかにもすっごくおすすめですね、はい、で、ここはリボンで結べるようになってます。すごい可愛い、ちょっと長めなんだね、丈は。そうですね、うん、お尻もしっかり隠れる、うんうん、可愛いね、このギャザーとか、はい、じゃあ次シャツですね、なんですけれども、これなんかメッシュになってるね。すごいなんか涼しそう、夏とかもすごい重宝しそうじゃない、うんうん、ちょっと羽織りたい時とか、そうですね、うん、暑い時とかも全然いけると思います、ね、でもシルエット的にはこうなんかね、こうシャツでブカッと着るタイプのシャツあるじゃないですか。やっぱりこうどうしても着ちゃうと、うん、なんだろう、なんかこうボーイッシュになったりとかするんですけど、うん、このシルエットってあんまりブカッと着るってよりは結構スッキリめに着れてると思いませんか、うん、なんかそれがねすごい可愛らしい商品だなって思います。うん、可愛い。後ろもメッシュなんだよね。おしゃれ。なんかこの透け感がすごいおしゃれですよね。肌をね、ちょっと透けさすっていうのがすごいおしゃれ見えするポイントだと思います。じゃあ私が今着てるこのブラウスなんですけれども、これね、ちょっとチャイナ風のこうブラウスなんですね。見てください、ここのボタンがこんな感じでチャイナボタンになってて、こんな風にリボンがこう
ついてます。かわいい。なんかね、ちょっと動くたびにこのリボンが揺れててすごいかわいいんですよね。で、この柄もですね、実は花柄になってるんですね。あんまりこう花柄がすごい主張する感じじゃなくって、光に当たるとちょっと花柄が浮き立つみたいなブラウスになってます。で、お袖も実は見てください、ここボタンで留めれるようになってて、こんな風にフレアなお袖になってます。もちろんですね、ここもボタンを外してこうゆったり着ていただくこともできるんですけども、もう間違いなくここをね留めて、こんなフレア袖にして着ていただくのをおすすめします。はい。どうだったでしょうか。もうすっごい可愛い商品がもう本当にこの春夏の可愛いもう続々と出てきますので、ぜひぜひ皆様ずっとチェックお願いします。で、また高評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録まだしてないよって方はぜひぜひ登録してください。はい、ではまた次回お会いしましょう。可愛いでした。